さあ初期さんがここを私がと勇んで座る。さあ初期対ミスったら引退さん。さあなんかキャラが違えと言ってるが、さあイオリとは何だったのかと草薙京が出てきた。マジウケるんだけど、イオリって本当何だったの。あのキャラ本当に弱えよ。さあイオリ対、あイオリじゃない、ベイマル対京、一説では結構五分って話なんですけど、これまあ俺は五分だと思うよ。さあかぶせてかぶせて、さあなんかダイヤシャ果敢に振っているが、フェイドシーン遠距離いいだけでいいよ、歩いて遠距離いいとかだけでいいっすよ。そんな全部おにゃきですよ、簡単ながら。なんかもじゃもじゃしてるけど、なんかいいなんの。あーダイヤッシュ振るから、さあボディが噛み合うがダメージ繋がらず、さあ食産のベイヤーまだ落とせないのでどんどん飛んでいいよ。さあ食産落とせないから飛んでいいよ、はい。さあもっと飛んでいいっすよ、食産落とせないから。さあ先週でバレてるからさ、もうで、さあこの対戦が結構悶絶だと思うんだけど、どうすんだろう。さあめくられていじめられているのはテリー側、ただ食産落とせないので飛びが通る。さあパワーウェブなんか打つからひどい目にあって、ほらほら落ちてない、初期さん落ちてないから飛んでいいよ、もっと、はい、はいはいはい落ちてない。でどうすんの、お互い手詰まりっぽいけど、さあ初期さんが突っ込んできて C 投げて、さあ華麗な連携を見せていく。さあベニマジャンピー強すぎる、なんだこれ。さあ最後はバーナックルを噛み合わせて、あるよと、あるよ、ないないか、いやあるよあるよ、クラックだからあるよぶっちゃけ。さあ中堅クラーク対テリー、そう斜め C、 あれが結構クラックとしてうざいんだが、さあぶっ込んで、あーこのミスは痛い、禁止からアルゼンチン入れて置き攻めはせず、コパン壊しと暴れ潰しを組んで、初期さんのクラークが大将を引きずり出す。さあ大将のジョン対クラーク、この回数もよくわかんないですね、危ないからお互い。無駄です。基本はクラーク側の方がきついんですけど、クラークが結構やる気になったりした時にジョンがどうなるかってことですね。さあ無難に行きたいフェイトシンガーか、これは無駄です、ね、さあクラーク突っ込んできた、前提に荒らすが通らず、さあ体力状況的なクラーク有利だが、さあクラーク荒らしに行く。さあ扉が通ってしまって今度はミスらず、さあ引退はしない。さあまだまだもう一回やるよ、もう一回やるよ、もう一回できるよ、次ミスター引退じゃないですか。さあ1回目は引退せず大丈夫だったが、さあ大将戦大門隊長分、うわ噛み合った、さあしかし D 投げ決めてちょっと2人とも落ち着いた感じ。さあフェイトシンがプレッシャーをかけていく、いろいろカラケンをして惑わしていくが、わめくれてしまった、女の子。さあマジか、さあ息を飲む展開だが、ガーキャンに描くて、うわダッシュ投げ、いや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 、プレッシャーかけてねっすよ。
どうしようどうしよう。あ、なるほど。ウィナー、あ、やばい。オーダーセレクト。さあ、オレシラさんですね。オレシラさんがいつものチームで、初期さんがなんかちょっと変えてきたか。デルンが空いている。ラウンド1ファイト。さあ、先鋒戦がクラークとマイ。さあ、開幕でクータイグ勝って、あとスカシ投げを決めて、龍炎武。さあ、勝ち星に入れなかったところに龍炎武が刺さる。さあ、前がやりたい放題。敵はどうさばくのか、なかなか近づけないと思ったらワンチャン来た。さあ、今度もスカッシュ投げ、アルゼンチン決めて。さあ、小足投げがちょっと遅かったのか、繋がらず。さあ、前側もなんとか果敢に行くも、クランチ、おっと、すごいミスが出たが、こっちもコモミス。さあ、ゴーギャンが減って、初期のクラークが先鋒戦のセース。で、いつも通り中堅の量が出てきて、クラークは多分いじめられる展開になると思うんだけど。さあ、この牽制がきつい。前へ前へと決めて、さあ次中堅戦ですね。さあ、デルン対両坂巻き。3ゲージある両坂出てきたぞ。これは危ないぞ。さあ、歩法で落として、うわっと、いや、使わず。マジか。投資見てから勝利余裕でしたと思ったら、今度後継見てから飛び込み余裕でした。さあ、ジエンド決めて、うわー、なんだあれ。さあ、明らかに森田っぽい、かわいそう。さあ、初期のデルンが大将引きずり出して、大将のメイリー、これが結構きつい、デルンがきついので、なんとかぶっ込むしかない。さあ、デルンもぶっ込ませないと。フォーザーペチペチ振って、気づけば体力5分ぐらい。ダッシュ C 投げ、はい、めくれて、あっ、さあ、メリーなかなか前に入れず、だ。さあ、 ATM が座ったと見るや、鈴木さんが結構キャラを悩み出したぞ。さあ、キャラがちょっと強くなったのか、ユリを取った。オーダーセレクト。さあ、先鋒戦が、おお、先鋒戦が剣水大クラグ。さあ、どうすんのか。剣水前で結構クラグが厳しいで、あ、どっかでジャンプウッドをぶっ込みたいんだけど。さあ、クラークにとってはあのジャンプ D とか遠距離 B がうざい。実は壊したいともうざいんですよね、今。あれに壊したいかに勝つには、クラークがジャンプ打ってば最低限出す必要があるので、ああいう風に当たらないことが多いので。さあ、まずそんなこと関係あるかと、置き攻めをするが、ちょっとミスが目立つ。
さあこのままクラックいいとこがないのでないまま終わるのか。ガーキャン使わされて結構悪い負け方をしてしまう。まだやまだ。ラウンド2。さあ中堅のユリ、チョッパー見ているのに相手なしだ。チョッパーを釣るための流走撃だと思いますけど、徳さんもこれ読んでか前転でしたね。さあ今度はチョッパー一方的に勝って中継戦にもつれ込むも、ちょっとユリ側のゲージがないと思ったら、まあ大バンか。さあ C 投げ決めて光源ではめていく。ジョーが嫌がって出てきたので、さあ中距離戦だが、ただ逆にガハシに詰めるジョー側。さあ、ジョーはちょっと攻め上げれているが、さあ、美味しいのが入って、さあ、壊した中段、お得意の中段、で、また美味しいのが入って、ダッシュ C 投げ、焦る初期側、さあ、どうする、ぶっ込んできて、ぶっ込んできて、ダッシュ壊し、通らず、さあ、焦っている初期側、空対空負けて、さあ、俺、白さんがうますぎると。うますぎるんすか本当に。さあいい流れでデルを引きずり出した AT の AM 側で、さあ直三もストーンブリンガーでチューチュー吸って、さあこのクロスカッターがうざい。うわーっと生きてるよ。はい、任務完了。さあ対照戦ですね。ゲージ状況はお互い5分ぐらいなので、さあどうなるか。さあ少し C 投げ果敢に攻めていく初期。さあクロスカッターの硬直というか抜けてきましたね今 MB で。さあただまあ初期側もワンチャンあるので、あさあ発動せず普通に使っていって、あ自演を決める。さあ課長戦噛み合って体力5分ぐらい。さあどうなる今ジャパンっすか。さあ 2P 側にモアさんが座る。いつも通り裏キャラオンリー。まあキャラもいつも通りですね。対する初期さんがなんかベニマルが入っている。さあ無敵タイプが出ないベニマルとして有名な初期さんのベニマルですが、さあ開幕はスカシジャンプからベニマルこれだ。さあケースの飛びが緩いので初期さんも多分もしかしたら落とせるかもしれない。いや逆に留学祭で落としていく、お前とは違うんだよと。さあ確定か今のは。さあこの後ベニマル側がつらい。おまさか落とすと。さあガーキャン前線からこれだ決めて、さあかぶせてかぶせて、しかしそのかぶせは通らん、裏剣スには通らんつって。そういいのが入った。もう時間ないのであとはぶっ込むだけの裏剣ス側。さあマイエー、さあジャパンが見えたが音がめなし。さあ大留学祭初期とは違うと。さあダイモン、よくわかんない対戦ですけど、多分勝ち前的な相当タイムが低いので、
果敢に攻めに行くモアガワ。うわ壊したいくミスった。いやこのミスは痛い。ちょっとこのミスは痛すぎる。ちょっと流れが悪い方に来なきゃいいんだけど。そうゼロゲージ裏の場出てきて確定してここは使わず、さあ裏玉のペースになってきたぞ。この前は大門がこの前苦しいので、あの 3D とかもたいんですよね結構。さあ走り込んで連部じゃんけんは、さあじゃんけん勝負に変わった初期連部を呼んでか後転。さあ確定、さあモアガードぶち込むだけなので、さあガーキャンに返して、今危なくないですか。まあいいや、さあ先に対処出されたモアガーですが、開幕の前が裏たきます相当有利なので、さあ後継にいじめてゲージ差別倒したい。さあいい勝ち方ですね。これはさあ大将クラーク対裏タキマー冒険。さあその前がきついクラーク、なんとか近づきたいが、さあ飛びが通ってしまうがコンボにつながらず、マジか。うわ死んだ。初期さんお疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いややってしまった。あれ禁止発動ってあれ何やりたかったんですか。普通にウルトラ、いや無理をしようとしました。はい、ワンピ側がレギュさんです。まあ今日123回123なんで、はい、記念にということで、いや、ワンピーレギュさんは、はい、毎週月曜いるんですよ。いるけど、いるんですけど、まあ、たまに出ますよね。はい、こういうなんだろう、第100回とか111回とか、はい、結構キリのいいところにいつも出てくれるという。なるほど。はい、レアなプレイヤーですね。で先鋒戦がすごいですけど。すごいこの組み合わせ。もうよくわかんないですよ。どうなんだろうねこれ。よくわかんない。よくわかんないですね。よくわかんないから頑張れ。できる。あっともっとこれは痛い。おしっかり強制ダウンから、うわーすごい。やってくれるとモアさんも声を上げる。当て身で取ってやり返す。お互いすごいですね。すごいですね。さあレギュの中堅のカスミ、ここは早めにメイリー仕留めておきたいところですが、空中重ね当て当てて先行。さあメイリーを強制ダウンから連携を組んでいく。おっとこれ刺さる。これは発動して、マジか。できる、できる。これはお見事。減った。さあガーキャン、これはカスミは死にたくない。生き残りたいが突っ込んでいく。さすがマー先生、俺の次にうまいと。確かに俺城さんがなんか語ってますよ。コマナギはしゃがみで暴れて回避して最後ジャンプリー。まあ仕事しましたね、だいぶ。だいぶそうですね。レアなゲージないと結構カスなんで、
結構大活躍なんで、でこの天敵の裏側来てしまったんで、もうお世話じゃないですかこれ。どうすんだろう、噛み合えばいいけどね。あ、そうですね、こう扱ってジャンプ、あ、しゃがみ D、 いやーそりゃ裏の場も使うでしょう。歩いて投げる、危ない、これは危ない、おっと、なんとかしのいではいるが、お互いちょっとでかい一発は与えられていないという感じ。さあ、ガクラゲージも苦しい、なんだこれ、ここで一発刺さって、リターンが違いすぎる、確かに半分ぐらい減った今。あ、モアさんが勝利、ゲームオーバー。